交代するぜ。高熱で倒れて病院に。連絡がつかないと思ったらそんなことになってたなんて。ライブは記念ライブには間に合うのかい。難しいみたいっす今のところは。そんな。時坂さん、君らか。今の本当なんですか。リオン先輩が高熱で倒れたって。こうしちゃいられない。プロデューサーに連絡しないと。すまない君たち、ちょっと席を外させてもらうよ。あ
時坂さんでしたか。できれば詳しい話を教えていただけませんか。リオンのことなら私たちにも聞く権利があるはずよ。ああ、了解だ。なかなか腹の据わった娘どもだな。コウ先輩と同い年とは思えないほどのオーラかもね。リオン先輩が…すまねえ、任せろって言っときながら。いえ、教えてくれて本当にありがとうございました。驚きましたけど状況が分かってよかったです。最近妙なことも続いていたし、心労がたたったのかもね。だったらそう言いなさいよ、バカリオン。その妙なことだが、いつ頃から起きていたんだ。この2週間くらいかな。ちょうど温泉旅行が終わった後くらいからです。毎回ライブで何かが起きてしまって。そんなの偶然に決まってるでしょ。まったく、どうしてそれがあの子のせいになるんだか。ええ、でもリオンが気にしていたのは確かよ。一昨日のミニライブでは怖がってるようにも見えた。そうなのか。そういや、君らは久我山との付き合いは長いんだよな。ええ、養成所からだから5年くらいの付き合いかしら。ま、当時から私とあの子は全然ソリが合わなかったけど。先輩、 NG 発言きた。嘘ばっかり。お互い張り合ってばかりいるのに、苦しい時は励まし合ってたよね。それはだから腹が立つんじゃないの。アイドルの打ち幕ってドロドロしてると思ったけど。仲間か、悪くねえな。あ、でもそういえばレイカ、私たちのデビュー当時、あ、そうか、そういえばそうだったわね。何かあるのか。はい、実は3年前、私たちがデビューしてまだ間もない頃なんですけど、
今回みたいな異変が重なったことがあったんです。なんだって？あ、本当ですか？私も初耳だけど。あなたたちにも話したことはなかったわね。その時起きていたのは音響機器の異常くらいだけど。デビュー直後で私たちもまだ噛み合ってなくて、余計にナーバスになってね。でも落ち込んでいた私とレイカにリオンが喝を入れてくれたんです。私たちはまだ何も持ってない、だったら開き直ってとことんやるしかないよって。そんなこと言われたら、まあ開き直るしかないじゃない。そしたら妙に噛み合うようになって、ステージも成功続きになって、気がついたら変な出来事とか全然起きなくなっていたわね。そんなことがあったんですか。ちょっと羨ましいかも。いい話だが妙だな。3年前にも同じようなことが起きていた。だが森宮氏の異変ってのは今年からじゃなかったか。確かにいろいろと辻褄が合ってねえな。何かしらトリックがありそうだね。この食い違いヒントになるかもしれないな。あんま邪魔しちゃ悪いし、そろそろ失礼させてもらうぜ。記念ライブどうか頑張ってくれ。あの皆さん、ずうずうしいかもしれませんが、一つお願いを聞いていただけませんか。お願い？俺たちに？私たちは記念ライブの最後の準備を始めないといけない。だから代わりに伝言を届けてほしいの、リオンに。なるほどな。勝手に一人で抱え込んで挙句に倒れたりなんかして、文句の一つも言っておかないと気が済まないのよね。素直じゃないんだから。リオンは絶対にステージを諦めないと思うんです。誰よりも歌うのが好きなあの子が楽しみにしていた大舞台ですから。先輩ならはってでも来そうかも。歌うことにかけてはものすごく意地汚いし、信じられるんです。きっと最後はこのステージでみんなで歌っているだろうって。
やっぱ体育会系だな。ったく、ほんと眩しすぎるっつうか。そうだ、なあ君ら、どうせ伝言するならこういうのはどうだ。他に上手い歌い方がないか一人で練習してたんだけど、結局いつものカラオケでも変なことが起き始めちゃってね。交代するぜ。
何をお求めかな。またどうぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。また来てくださいね。任せろ。
ですね。ようこそクグラヤへ。ありがとうございました。
こそ。どんな用かしら？それじゃあね。
どうした？そんじゃあな。占いの館へようこそ。ではまたの仰せを。
結構強いな。これだけ降るのは久しぶりだな。まあ一応まだ梅雨だしね。
よく来たの。それじゃあまたの。
時坂たちじゃないか。あの蓮向かいの建物に部屋を借りててな。しかし休日とはいえこんな場所でどうしたんだ。久我山？ああ、たまに見るぞ。ちょうどそのカラオケによく出入りしているみたいでな。前に夜遅くに見かけたから一度注意したこともあるんだが。それがどうしたんだ。やれやれ、世話しない奴らだな。 XRC ザナドゥリサーチクラブ、改めてお手並みを拝見させてもらおうか。